はい、今日はあの M ステの時にやってたんですけど、涙袋メイクの紹介をしたいと思います。まず使うのはこちらのボビーブラウンのソフトピーチっていうあのアイシャドウ、ロングウェアクリームシャドウスティックっていうやつなんですけど、こちらをまずベースとして、もうこれだけで全然違うんですけど塗ります。これもこう目の下の涙袋のとこにこんな感じで太めにしっかり目に塗ります。まあここだとちょっとまだ違和感があるんですけど、そしたらこれをなじませるために MIMC の、ビオモイスチュアシャドウ15番ネイキッドプレジャーっていうやつがあるんですけど、これのこのじゃん、私がこの白いアイシャドウのところをチップで取って、さっきの描いた涙袋の上から重ねます。すごいこの自然なあの何発色でラメ感なので、さっきのだけだと不自然なんですけど、これを足すことによって自然な感じが生まれます。はい、そしたら次は影を描いていきたいんですけど、影を描くときに私が使ってるのはこのケイトのダブルラインエキスパート極薄ブラウンってやつで、有名だと思うんですけど、これは二重の線にも描いて二重幅をこうはっきり見せたりとかもするんですけど、涙袋にも使ってます。なのでさっきこう描いた一番この影にしたいところをこのシャドウでサササッと引いていきます。ポイントは私はより垂れ目に見せたいので、こうキュッてあげるんじゃなくてあの下目に影をこうまっすぐ上にサササッと描いて、この黒目の外まで描くってことを意識してます。サササッと、はい、こんな感じで描いたら、これをまたぼかしたいんですけど、さっきの MIMC のアイシャドウの次はちょっと濃いめのブラウンの方を使って、これ2色も使えるんですよね。すごく使い勝手がいいアイシャドウで、これをこういう細いこういう筆でちょんちょんと取って、線をこうサッ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 とぼかします。硬い筆だといいですね。硬めのなんか細めの筆でこうぼかして、どうですか、ぷくっとなるんですよで、よりこの線が不自然になりたくないっていうか気になるなっていう人は、あのまたこの線を描いた上からさっきの白のシャドウをあのこう線の上も含めてささっとなんか境界線をぼかす感じでなじませてあげると、より自然な感じで仕上がります。こんな感じです。結構本当に涙袋って描けば描くほど違うのでいいかなと思います。で、冬はやっぱりこうクリスマスメイクとかもあるので、私はこのディオールのサンクク、ルールクチュールっていうアイシャドウの、じゃん、これがピンク系が多くて、もブラウンもあるんですけど、この右上のラメが入った白っぽいシャドウが、まあラメがすごい上品で可愛くて、なのでこれをさっき描いた涙袋の上からさささっと足すと、クリスマスっぽい
クリスマスっぽいラメ感になるかなと思います。そんな感じで涙袋って結構書けば書くほど全然違うので、ぜひ皆さんも試してみてください。バイバーイ。